ったっけ。あ、六王冠の簡単に頼むか。おい、回避読んで、六王冠、オッケー。闇の正義の名のもとにということで、今回はルッチを使っていきます。ちょっと、まあ、言うの恥ずかしくなって、ちょっと感覚を狭めましたね。闇の正義入るということでやっていきます、みたいな。まあ、ということでやっていきますね。やっぱね、ルッチ期待されてるだけあって、まあ、出てきたタイミングも悪かって、なんかね、残念っていう声がよく上がりますよね。まあ、でもやっぱ今、ワンパン時代と言われてる中で、ワンパンなんか、耐久性能ないよね。そう、ワンパン耐久性能はないということで、まあ、そこら辺がちょっと残念なところかなと思います。まあ、でもルッチ通常攻撃優秀で、鎧無効だし、まあ、自己回復もあって結構優秀なんですけどね。まあ、その自己回復する前にワンパンされてしまうのが結構多いということで、今日の動画はおります。じゃないわ。ということでね、いや、行きましょうか。ルッチを使って今日は活躍していくぞ。えい、えい、レッツラゴー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まあ相手ちょっと赤属性ばっかりなんですけど、まあスネークマンはまだワンチャン全然いける。スネークマンに関してはワンチャン全然いけるんだけど、まあゲッターに対してワンチャンいけるっていうのはなんかナンセンスだよなと思うよな。アタッカーなのにちょっとゲッターに対してワンチャンいけるってなんやねんそれ。いけて当たり前やろって。あ、いきなり裏取り来てるね。いきなり裏取り、ああ、いいよ、勝っちゃうから。あ、ブラアップね、いきなり打つタイプね。オッケー、回避読んで。とりあえず、こっちから打ちましょうかね。まあ、回復とか、これ結構簡単に溜まるんじゃなかったっけ。あ、六王冠の方が簡単に溜まるのか。おい、回避読んで、六王冠、オッケー。とりあえず、スネークマンはね、まあ、こうやって、まあ、普通に勝てるかなって。でも、問題は黒ひげですよね。問題は黒ひげなんだよな。でも、シャンクスが結構持ってくれてますね。ということで、僕はいいとこ取りでもしに行こうかなって思います。よーし、いいとこ取り完璧。完璧ないいとこ取りですね、今の。よし、でかいでかい。とりあえず守ろうか、ここは。いや、でもまた黒ひげか。ちょっと黒ひげ、マジで怖すぎ、ワロットなんだが。ああ、終わった。ああ、こっちだ。オッケー、でもこれ無敵スキルたまるからあんま打ちたくないんだけど。でもしょうがないよな。オッケー、でかい、6王冠。オッケー、防御力無視。で、無敵スキルもたまってるよな、さすがに。さすがにたまってると思う。オッケー、エース、2人で行くぞ。これは2人で行こう。これはいいタイミングですね。これはめっちゃいいタイミング。オッケー、オッケー。これやばくなったらすぐ下降りるし。あ、取られるわ。うん、ちょっとごめん、さすがにちょっと怖すぎた。俺ここ守りますわ、ここ守ります。これちょっとね、さすがに黒ひげこんないっぱいは無理かなーっていう。あ、裏取り言ってるな。エースごめんな、エースお前の労働すごいな、ほんと。お前黒ひげに対してさ、絶対嫌だじゃん、絶対嫌じゃん、絶対嫌なのにさ言ってくれるじゃん、ありがとう。オッケー、一発二発、あ、やばい。オッケー、でかい、ここ。あ、だだ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 。オッケー、六王冠がもう溜まってしまう。うん、これ誰、オープン。あ、やばい、もう一回来る、キングオブラ。やめろ、六王冠。どこ打ってんの。あ、もうちょっとさ、あのなんかカメラかかりやすくしてほしいな。オッケーオッケー、でかい。うわー、そっち向いちゃった。うわー、タゲが難しいですね。でもどっちかがキングオブラ持ってるんですよ。そこはちょっと警戒しないといけないなっていう感じはあるんですけど、ここでチームブーストはきついと。あー、ここでチームブーストはきつい。危ない、危ない。これ四角からの、あ、これ取れるな、中央。よしよしよし、しがない、中央はちょっと黒ひげとかいっぱいいるから、ちょっとまとめてられるよりは絶対こっちの方がいい。オッケー、でかいでかい、ここ取れるのでかい。裏取られるけど中央取れそうじゃない。いや、中央、わっ、中央取れるかな。よし、ちょっとだけ顔出そう、ちょっとだけ顔出して、オッケー、ちょっとだけ顔出してすぐ戻る、ちょっとだけ顔出してすぐ戻る。オッケー、完璧。ここ俺守らないとこれ負けるな。ここもどうし、頑張って守ろう。危ない、よしよし。ああ、助かりされた、諦めないで。よし、でも裏来て、シャンクス、あ、一人、あ、どうするこれ、どうするこれ。あ、いける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 。うわ、裏のシャンクスがナイス、マジナイス。ここでバカ肉もナイス。で、ここでおいしょ、いいとこ取り。ここで、あ、ペローナさんはきついよな。ペローナさんはきついのは分かってる。回避読んで、オッケー、でかい、ありがとうございます。はい、ということで2戦目。おっと、味方に角がいますね。これ角とコンビで上行きたいな。レイリー譲ってくれるかな。あ、譲ってくれた。オッケー、角とルッチで中央行くってなんかいいっすよね。なんかこういうのなんかいいですよね。お、相手はエースとサボ、それは激アツじゃないか。あ、俺先行っていい、これ先行くわ、ごめん、書く。あ、頑張って書く。オッケー、任せる、六王冠。カウンターはごめんと、カウンターごめんね、書く書く、ごめんな。とりあえずこれ、あ、書く、先行くわ。うん、書く、あと頼んでいいかな。あとは書く、ありがとう。書くめっちゃうまくない、あの人。めっちゃ耐えるやん、俺より耐えるって。まあまあまあ、俺確かにね、まあ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 確かにね。何が何が何が、一発オッケー、回避、オッケー。レイリーやっぱ強いっすよね、シャボンディの。あ、中央取られちゃった、これ俺の援護ミスですね、確実俺の援護ミス。オッケー、とりあえずダウンさせる。うーん、ここはナイトメア多くない、いっぱいだな、ナイトメア。あ、
ナイトメア多すぎてどれが味方のナイトメアか分からない現象が起きている。あ、一発当てて逃げるわ。あ、一発も当たんないわ、逃げるわ。これどうしよう、中央行ってた方が良かったかな。でもこっちでね、ほんと誰だ降りてくんの。降りてくるキャラに、あ、水着ハンコね、水着ハンコなら速攻倒せる。あー、ラッキーですね。これ回避ないからスキル、まあ確かにスキル食らいたくないんだろうけど、取っちゃおうじゃ。オッケー、これすぐこれで、あ、一発も耐えられなかったわ。一発耐えるぐらいだったらね、ちょっとあれだったんだけど、ちょっと一発も耐えれないとは思わなかったわ。よし、俺守るぞ、俺が守る。レイリーなら任せてくれ、すぐ。うまい、それはうまい。ロックオーガン、オッケー、さすがにね。あー、このちょっとこれきついな、この倒れてるか分からないやつ。オッケー、大丈夫。オッケー、一発回避読んで、オッケー。よしレイリーにも勝ってしまうよ、これは。これよろけ向こうついてるんで、オッケー、焦っちゃったね。回避、オッケー。でかい、これはでかい、非常にでかいですよ、これは。よし、5ドリで勝てる、5ドリで勝てそうだな、これは。ごめん、ちょっと俺変な論外のところにいるけど、まあ守るためだったんだ、しょうがないよね。まあ何もしてなくない？核強くね、味方の核がすごい強かった。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います、よろしくお願いしますと。まあさっきはね、ちょっと核が上手すぎたね、味方の。いや今日俺全然上手くなくね。じゃあルッチのジャス会ってなんかむずくないですか？これ僕だけですか？これルッチとかさ、赤犬とかさ、そこら辺のジャス会がめちゃめちゃむずいんですよね。まあ僕だけじゃないはず、そう思ってんの。誰で降りてきたの？ロート狙撃か、それは100勝ちじゃないか。危ない、うわお、やばい。しかしよろけ向こうが、あ、うまい。しかしそれも当たらないと。オッケー、とりあえず回復させていただきます。これで全回復ほぼできるのがすごいよな。ここどうしようか、あっち狙撃が失格やってくれてるんで、鍵読んで六王眼、うわ、ちょっと早かったかな、ちょっと早かったわ。一発二発、うわお、ちょっとあんた呼んでないって。でも裏取りってくれてるわ、この間に。うん、俺らがね、やっぱり俺とシャンクスのおかげだよね、裏取りできたのって。いや、ちょっとやっぱきついわ、黒ひげ、やっぱ黒ひげだけは無理だわ。あ、オッケー、アップね、早すぎたと思っちゃった。アップね、よかった、ナイスタイミングですね。とりあえず相手の2人目行こうかな、これ。あ、誰だ、マルコか。ナイス、いいタイミングですね。いいタイミングか、いいタイミングだな、わからんわいいタイミングとかわからんわ。オッケー、でかい。いやー、どうしようか、クローズ、あー、うまい、この人回避を。オッケー、おー、間に合わない、うわー、あと少しだったけど、しかしダメージ入ってからイースとしよう。あー、これ無敵スキルだ。あ、ごめん。よし、ここ取れるな。お、メタリックスだ。おー、回避ないからしょうがない。それはしょうがない。まあ、こっからね、今日はね、ルッチの動画ですから。よし、中央取れた、ナイス、でかいですね。バカに食ったよ、ランソケキング、もしかして。あ、でもこっからブーストか、相手の。ちょっと怖いな。よし、あ、こっちのブーストもあったわ。クソ、笑った。よし、でかいね。これは。うわ、危ない、分からん、どっちがどっち。オッケー、でかい、バリバリの。オッケー、でかい、気絶、これ強いよな、やっぱこのスキル。まあよろけ向こうさえついてれば完璧だった。オッケー、さすがに回避読んで、オッケー、よくおガンと6、あ、もう無理だ、危ない、さすがにそれ当たらないと。あー、ちょっと出されちゃった。あー、もう無理、ごめん、もう無理だ、これあっち行くしかないんじゃねえ、これ。オッケー、一発二発、うまい、これ当てさせてもらおう。当たれー、やべあ、やばい、裏取りされてる。あ、これ裏行くべきじゃなかった、これ俺もしかして。いや、わからんわ、シャボンディむずいわ、シャボンディ苦手なんだよな、マジで。これ無視してあっち守った方がいいかな。オッケー、とりあえずこれを少し KO させての、オッケー。いや、これ守るしかなかったよね。いや、でも3点取れてるやん。あ、3点取れてるやん。あ、大丈夫。オッケー。大丈夫。オッケー。これで耐えますから。オッケー。これでかい。勝った。勝ち。オッケー。一発二発。オッケー。はい、ということで4戦目やっていきたいと思います。やっぱ黒ひげにきつすぎるわ。黒ひげにはきつすぎる。だからもう黒ひげ多すぎて、だから黒ひげいない試合が俺めちゃめちゃ楽しいんだよね、今。みんなごめん。ということでやっていきますと。あ、え、結構届くのね。いやー、やったわ、これごめんだわ。多分もう一回すぐ、おー、ナイス、
それはナイスだけど、これ黒ひげ怖すぎる。でかい。もう無敵スキル使ってないから、もうこんなん撃っちゃっていいっすよね。だって無敵スキル溜まっちゃうのがちょっとあれだったんだけど、その無敵スキルがちょっとまだ撃ってなかったんで、六王がオッケー。待って、めっちゃ活躍してんじゃん。ええやん、ええやん。あ、終わった。危ねえ。もうそっちのスキルも溜まったん。いいやん、いいやん。オッケー、任せろ。うわあ、オッケーオッケー。縦になったからね。うん、レイリーちょっと半減したかもしれない今のは。今のうわー、やったわ、普通にやらかしたわ。まあこっからはレイリーということで、僕もレイリー使っていきます。いやー、黒ひげ頑張ってくれ。あーふと、おーおーおお、頑張れ。あー惜しいね。あーチン竹向いちゃったパターンだね、多分。しょうがないしょうがない。お、これは回避に使わせてもらってそう。オッケーオッケー、でかい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 。いや、もう1だよ。すごない、このスキル。このスキルってやばない。お、え、あ、え、あれ、オッケー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 。あ、ナイスナイス、オッケーオッケー、いいね、強すぎ。ワロタこれ多分クローズしてこないか。オッケー、一発二発、オッケー一発二発。これ強いね、これ強いわ。ジャスカイして、これはジャスカイしたらチームブーストだもんな、実質。よしよし、自己回復もある。いや強い、レイリー、もうレイリー強いわ。これ無敵スキルすぐ打ってくるパターンかな。とりあえずオッケー、でかい。飛剣やめて、飛剣本当に無理だから、俺本当に無理なの。オッケーオッケー、でかいでかいでかい。オッケー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 。ちょっと焦った、ジャスカイの時は焦っちゃダメだわ。オッケーオッケー、一発二発。やばい、ナイトメアが怪しい動きするしてるけど。ああ、お前も怪しいわ。ああ、あんたも怪しいわ。ゴロゴロナイス。ああ、気絶してる。ああ、気絶、このタイミングでするかね、このタイミングでするかね、あんた。あ、うん、あ、しょうがない。お、ナイスシャンクス。すごいな、アロンパークって黒ひげシャンクスゲーじゃない。ちょっとレイリーはやっぱきついよな。普通に強いけど、そのね、なんかなんていうの、ステージの特性上なんかしょうがない気がする。あー、これ怖いわ。でもグリフォン打ってた、グリフォン打ってたのでかいぞ。あー無理だ、クローズは無理だよ、クローズは無理だよ。無敵スキルも無理だからね、無理だって。あぶれ、あーあー、痛い痛い、離れろ離れろ。やばちょっとやっぱ出が早すぎる出が早すぎるて。あんた回避できないって何？闇属性って何？意味わからんから。これ裏大丈夫だよな。裏ちょっと警戒しつつも、ちょっと両方いける感じに待機しておきましょうか。これは。でもあそこ黒ひげだから大丈夫だっぽいけどな。ここも大丈夫っぽい。あ、大丈夫っぽいな。オッケー。いいとこ取りしたきしようか。いいとこ取り！完璧ないいとこ取りですね。まあ気持ちいいですね。ここまで潔いですね。ありがとうございます。はい、ということでラストやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いやね、やっぱルッチね、ちょっとやっぱきついところは結構わかりましたね。なんか、やっぱりスキルの出の他のキャラに比べては速くないし、みたいな。まあ、あとヨロケ無効だったり、まあそこら辺が結構見えてきましたね。一発二発、でかい。これはでかいですよ。これはでかいですよ。これはでかいです。これはでかい。あーお前が、あれもう一人どこ行った？あれもう一人降りちゃ、あ、落とされたんかな。オッケー、でかい、ロコーガー。まあこんなもんですよね。まあ密集中だと、まあしょうがないです。まあこっからですよ。こっから大丈夫大丈夫。俺はまだやれる。よし、こっからはレイリーで無双していこう。ここどうしようか。裏取り多分大丈夫ですよね。あっち一人いるん、結構いるんで。オッケーオッケー、見てくれてありがとう。どうしようか。うわ、黒ひげだよな、やっぱ問題は。これも黒ひげなんで、多分黒ひげまとまれるとちょっとやばいんで、ちょっとこっちで時間稼ぎます。それが一番いいよな。あ、うまい人だ。あ、だけど大丈夫大丈夫大丈夫。オッケーオッケー、このスキル優秀っすから。オッケー、こっち行く。で、こうやって見させる。オッケー、なかなか降りてこないから今裏に一人いないわ。あー、これ結構ミス。オッケー、一発。うわー、オッケーオッケー。え、やりたいこと、え、あ、ワンパンなんだ無敵。あ、あーね、あ、85レベルでワン、俺94レベルぐらいなんだよね一応。 あ、でもブーストあって、あれ、わかんない。だけど一人すごいた、あの、倒してくれてますね。これどうしようか。これちょっとあっち行こうか。あっち多分ゲッターじゃないよね、このキャラも。オッケーオッケー、これ取れますね、これで。オッケー、これで取れる。で、とりあえずね、2個。あ、黒ひげ来る？あ、どうする？あ、あー、ごめんごめん、取っちゃった。あ、でもシャンクス、あれ？守んない？シャンクス。あのシャンクス守んない系？あ、ちょっと、どうする？え、どうするこれ？え、これどうする？とりあえずシャンクスに KO させればいいよね。よし、これでチームブーストでしょ？激アツじゃない？これで上も取れるでしょ？だってこれ多分、ブースト来たら。
これ多分勝てるからね。一発二発で、あー危ない、無敵スキル、あー危ない危ない、え、なにこれ、な、意味がわからな今だって俺離れてなかった、ちょっとね、やっぱそこら辺ちょっと難しいですよね。あ、バカ肉発見。でも味方の黒ひげにあげましょうか。え、これどうする、ここでもスネークマンだからそろそろ取れるっしょ。オッケー、取れる。よし、あっち守りに行こう。オッケー、この二人降りちゃうよ、間違えて。あ、そんなことなかった。あー、どうしよう、これもう何もしてないな。とりあえずこっち行きますかあー、ブースト前に倒したかった。もうこれブーストになったらもうマジで無理じゃん、マジで無理じゃんこれ。あ、もう痛い、もうレイリー二人でも倒せないよこんな。あー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 、ごめん、ほら二人とも倒されちゃった。俺全部無敵スキルでやられてない？やっぱ無敵スキルってマジで辛いよな。ごめんなさい。はい、ということで今日の動画あるんですけど、まあルッチェきつかったですね。なんか動画も結構撮り直して、まあ活躍なかなかできなかったですね。やっぱワンパン耐久性能もないし、まあそこら辺がきつかったです。ということで今日の動画あります。この動画はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。